花子もこれ欲しいな。ん？何が欲しいの？どこでもドア。確かにあると便利よね。学校に行くギリギリまで寝てられるでし。そういう使い方ならあんまり関心はできないわね。でも世界旅行とかタダでどこでも行き放題だよ。あったらいいな。そうね。でもどこでもドアって実はこんな設定があるって話よ。今日はそんなお話をしてあげるわね。へいへい、そこの浮かない顔した女子高生。至って普通だよ。これが平常運転。むしろ一人で帰宅中に騒いでたら普通に通報案件だから。確かに。でもさ、もうちょい楽しそうな顔しててもいいじゃん。よくそんなこと言えるな。最近はいろいろ巻き込まれすぎて疲れが出てきてるんだよ。今日は安心して。おいおい、どの口が言うか。ま、元凶が大丈夫ってんだから大丈夫なんだって。それでさ、突然だけど質問です。いや、本当に突然だな。何？一体京子が秘密道具を一つもらえるとしたらどれ？秘密道具ってあの？皆まで言うな。あの水色の猫型ロボットが出来損ないメガネ君に提供するあれだよ。いや、ひどい言い方だな。まあいいや。そりゃ断然どこでもドアですが。急に長文の引っ掛けクイズ問題みたいにしないでよ。何なの一体。どこでもドアってどういう原理でしょうか。は？原理？そう、原理。まあ現実主義な京子はさ、どう考えてもどこでもドアって答えるとは思ってたよ。ちなみにミカはなんて答えるの？え？全部入ってる四次元ポケットだね。うわ、それずるい。結局さ、タケコプターはドローン飛ばすのですらいろんな許可が必要だってのに、身一つで飛んでいりゃ間違いなく通報案件でしょ。もしもボックスは結局もしもなわけでさ、ビッグライト、スモールライトはセットだから二つもらわなきゃいけない。ガリバートンネルは一緒に通らないといけないからリスクが高い。じゃあ一番楽で便利なものってどこでもドアなわけだよね。まあそういう理由だよ、選んだのはさ。話戻るけど、原理なんて考えたこともないよ。原理についてね、裏設定があるって話なんだ。裏設定ね。まずね、どこでもドアはドアに宇宙地図が内蔵されていて、その地図内までを行き来できる。その中でも10光年以内の距離しか移動できないっていう制限があるんだよね。せいぜい地球の範囲内でしか移動は考えてないよ。大気圏越えた先は地球と同じ環境かもわからないし、開けたらいきなり死ぬとかありそうじゃん。じゃあ地球の範囲内で移動した場合の時差はどうなるか。あ、確かに。いきなりブラジルへの扉開けたとして時差はあるよね、確実に。まあ実はその辺は本編ですでに解決済みで、時差修正装置なるオプションが付けられることになってるんだよね。なんかいよいよ裏設定とかどうでもいいくらい面倒な話になってきた気がするけど、言いたいことの確信をはよ。お、いつになく成果しますね。なんかこのやりとりが不毛に思えてきただけだよ。いや、実はさ、どこでもドアの原理として一番可能であると考えられる理論は物質の完全なるコピーだって説があるんだよ。意味がわからん。どういうこと？例えば物質を遠くに移動させる場合、その物質をその距離まで高速で転移させることになる。それだと人間の体がそのスピードに耐えきれないので、体を完全に原子レベルまでコピーをして移動先へ届ける方が現実的だと言われているんだよね。じゃあコピーされて無限に増殖されちゃうよね。だから方法はどうあれ、そのオリジナル側はこの世から消滅させてしまうんだよ。怖っ。でも実際記憶までコピーするわけだから、実質ドアをくぐろうと思った人間はその先にたどり着いた時に記憶を共有して出てくるから、
体が瞬時に遠方に運ばれる移動スピードに耐える必要がないと。記憶もコピー？まだシュタインズゲートとかのリーディングシュタイナー的なものの方が理解できるかも。あれは脳に記憶を伝達して書き換える能力だっけ？移った先の世界線に体を移動させてるわけじゃないから、ありそうっちゃありそうだよね。じゃあその理論が成り立つとして、質量そのものを変化させる必要のある道具多すぎない？さっきのビッグ&スモールライトやらガリバートンネルやら。まあ実際に開発してるわけじゃないから、実現可能か原理を考えてたら F 氏も連載なんかできないわな。そう考えると、毎回毎回この犯行は可能かちゃんと確認している子なんてすごいんだな。それはそれとして、京子結構アニメとか漫画詳しいんだね。意外。またしなみ程度ですよ。それで話を戻すけど、体をコピーしてオリジナル側は消滅ってことは、厳密に言えば自分がその扉の向こうに行くんじゃなく、クローンを届けることになるよね。なんか気持ち的によろしくないな。あくまで初期の設定はって話だけどね。それよりさ、私どこでもドアに関してずっと気になってることがあるんだよね。何？あれって行きたい場所をイメージしてドアを開くとそこに行けるわけだよね。そうだね。だとしたらだよ、小学5年生ののび太くんの思念に静香ちゃんの家のお風呂っていう煩悩がどれくらい含まれてるかって話よ。確かに中高の思春期男子ならともかく、よくうっかり静香ちゃんのお風呂にたどり着くけど、小学5年生でどんだけそこしか考えてないかって言われると疑問だよね。でしょ？ってことは煩悩まみれの私なんかはさ、煩悩が邪魔をして学校とか職場とか行きたいというか義務として行かなきゃいけない場所にはたどり着けないと思うんだよね。うわあ、そりゃごもっともだわ。多分毎回ハワイとかバリ島とか好きな場所にしかつながらなさそう。何よりも強靭な意志を鍛えなきゃ到底使いこなせないわな。開発者側ならともかく、私は安全に実用されたものだけを使いたいわ。使う人間の進化が問われる秘密道具はちょっと手出しづらいね。はい、おしまい。確かにどこでもドアがあれば旅行も行き放題って思うけど、やっぱり行き先までの道中や帰りの余韻なんかも欲しいなぁと個人的には思いますね。何より私の場合、テレビをどこでもドアに近しい使い方をしているから、お仕事感覚になってしまいそうです。おやすみ花子。皆さんも良い悪夢を。